バンドを組んでライブで活躍すれば単位がもらえるかも、か。みんなどういう気持ちでバンドって言ってるんだろう。いつも遊んでばっかだし、合わせてみようって言ってもなんだかんだ中断しちゃうし、一緒に音楽やるために集まったんじゃないのかな。単位が取れたらやめちゃうのかな。お、あー、ちゃんなぎか、どうした。まあみんな緩い感はあんね。セリナは分かってたけど、他の先輩らも案外。もうちょっとちゃんとしてるのを想像してたというか。うん、それはある。でもリハだって時間配分とか課題も決めて臨まないと。ジャンナギは厳しいな。ま、変にかっちりしてても息詰まるし、なんだかんだ家で練習してるっしょ、アーリンとかさ。くっそ。アーリン先輩、さっき電話したら泣いてた。自分で考えたリフなのに弾けないって。何やってんだあの人は。まあ何にしてもなるなー、はっきりよー。あーごめん、今日セリナが泊まりに来ててさ、うちらいとこなんだよね。チャナギ、後でかけ直していい。その電話ナギちゃん、私が話す。だからやめろって。変わって。あ、はあ。もし。あ、あの小仏です。ごめんなさい、お休みでしたか。ううん、ナギちゃんならいいよ、お話する。あ、いや大丈夫です。また明日頑張ろうね。はあ。先輩、寝るの早い。みんなやる気がないわけじゃないんだろうけど。というわけで、このバンドには緊張感が足りません。そこで公式ウェブサイトです。作ってくれたの、すごい。それを公開すれば嫌がおうでも緊張感がってこと。そういうことです。おお、うん、これはちょっとセンスが特殊というか。ダサ。かわいい。